津島府中藩。津島府中藩は、江戸時代に、津島国、長崎県津島市全土と非全国田城佐賀県鳥栖市東部及び木山町及び浜崎、佐賀県原津市浜玉町浜崎を治めていた藩である。別名伊豆原藩。一般には単に津島藩と呼称されることが多い。府中は当時伊豆原の城下町を交渉していたことに由来する。藩庁は、 当初近石城、津島市伊豆原町、西里、後佐治木原城、津島市伊豆原町、佐治木原。藩主は、宗始で、初代藩主義、里氏以来、以下は、十四下を与えられ、官職は主に、津島守る、自重を称した。津島府中藩の在京支配は、近政諸藩の中でも特殊な性格を有しており、 芸能分離は、あまり明確でなく、多くの地方求人があり、求人の下に、名護、非考えて、多くの点で、中性的性格を保った。1587年、天正15年、豊臣秀吉の九州平定に際して、創始は事前に、豊臣政権への侵入を決め、本領安堵された。1590年、天正18年には、衆議地が14人下自重。 津島守に任ぜられ、以後、宗氏の当主に与えられる位の官令となった。秀吉の朝鮮出兵、文禄慶長の役では、出兵に先立つ1591年、天正19年、伊豆原には、古代の金石城の背後に、清水山城が、上津島の大浦に和劇片山城が築かれて、中継基地となった。津島からは、衆議地が5000人を動員した。 ギチ引き入る津島勢は一番隊から九番隊に編成された、派遣軍の中でも最前方部隊にあたる子にし、雪長の一番隊に配属された。義チは戦闘だけでなく、雪長と共に日本側の外交を担当する役割も担っており、雪長と共に常に講和を画策していたという。三十万の軍隊がここを中継地として都会したため、津島ではたちまち食料が底をつき、 駐留する兵士が鳥、犬、猫などを、住民から奪う禁令が出されたという。義地は、1600年、慶長5年の関ヶ原の戦いでは西軍に加わって、自らは、伏見城攻撃に参加し、大津城攻めや関ヶ原本線では家臣を派遣して参、陣した。西軍敗北後は、徳川家康から許され、以後代々徳川氏に親属し、 李氏朝鮮に対する外交窓口としての役割を担うこととなった。1609年、慶長14年には、既有役場、慶長条約が締結され、釜山には和館が再建された。和館は、長崎で島の25倍に及ぶ、約10万坪の土地に設けられ、500人から1000人に及ぶ津島藩市、津島島民が居留して貿易が行われた。 第2大藩主集犠牲の第2は、1615年、元長元年に、大阪の陣に徳川方として参加した。その後、犠牲と津島藩がろう、柳川長京との間に、柳川一件が起こっているが、1635年、寛永12年、第3大将軍、徳川家光によって採火され、調教敗訴となった。1637年、 寛永14年から翌年にかけては、島原の乱に幕府側として参加した。佐助鉱山を再掘りしたのも犠牲の時代であった。津島府中藩は参勤交代制度に基づき、3年に一度、江戸の征夷大将軍に出資することとされ、江戸に藩邸を構え、伊豆原との間を藩主自らが、大勢の家臣を率い、盛大な大名行列を仕立てて往来した。 津島前島の県地は1661年、漢文元年から1664年、漢文4年にかけて実施されたが、その際には4尺8寸の県地蔵が用いられた。そして、田、畑、小葉、小葉、工術も厳重に調べ、一切の土地を一旦就航した上、改めて農民に勤分し、一年ごとに、養液者の交代を行うという勤伝は理解のせいが、 実施された。外交面では、鎖国体制の中、朝鮮通信使を迎えるなど日朝外交の仲介者としての役割を果たした。また、日朝それぞれの中央権力から、富山の和若においてで貿易を許されていた。現在の富山市は、津島の人々によって作られた、僧侶の町から発展したものである。柳川一県以来、日朝外交の体制が整備され、 府中の伊庭案に、京都合山の前奏が林番で赴任して、公文書を鑑賞する、伊庭案林番制が確立するなど、幕府の統制も強化された。1663年、漢文三年には、津島藩により五期の船着き場が造成されており、現在、お船港跡という遺構として、当時の作りのまま保存されている。津島府中藩は、当初は、 非全国内1万国を合わせて2万国格であったが、幕府は朝鮮との重要な外交窓口として重視し、初代藩主、宗義里市以来、津島府中藩を国主1万国格として偶した。しかし、山ちで平野の少ない津島本国では稲作が、古わず、米4500国、麦1万5000国程度の収穫であり、 非全国の肥料を除くと、実質的には無高に近く、半収入は、朝鮮との交易によるものであった。津島では、作付け面積のうち最も多いのは畑で、それに次ぐのは、小葉と呼ばれる焼き畑であり、県地では、小葉も、百姓持ち高に加えられた。また、国高製に代わって、魔高製、県高製という特別の生産単位が採用された。津島の行政区域は、 城下の府中、伊豆原のほか、豊崎、助守、伊奈、峰、ひとしくらい、与良、佐須、筒の八郷に分け、里ごとに、捧ぐ役があり、その下に、村が置かれ、村ごとに下地役が土着の求人家臣から任じられ、また、各村には、在京足軽より選ばれた肝入り、血板などの村役人が置かれた。農業生産の乏しい津島では、 工述する、イノシシ狩りの他干渉栽培、ニッタ開発など様々な農業政策が積極的に実施された。17世紀後半は、日朝貿易と銀山の流星から、津島藩は大いに栄え、雨の森モ州安山ドン・オウ、ト松浦・霞沼などの人材も輩出した。王子の宗師の繁栄の様子は、菩提寺版松陰のみならず、 わた神社や数辰た神社の壮霊さが今日に伝えている。1685年、上京2年には、第3代藩主、総吉根が府中に、小学校と名付けた学校を手、家臣の指定の教育を行った。これが、日本で、小学校の名称のつく、施設の最初であるという、木下順安門下の雨の森報酬を津島に、招いたのも、総吉根であった。 18世紀初めには、第5代藩主、宗吉江の軍部業であった、須山鈍王の尽力で10年近い歳月をかけて、イノシシシカい詰め、いじか追い詰めが行われた。それにより、1709年、宝永6年、当時は、焼き畑工作の害獣であったイノシシは絶滅している。これは、5代将軍、徳川綱吉によって、将類やアレミの例が出されているさなかのことであり、 生倉沖縄資材になることを覚悟して断行したもので人々からは津島聖人とあがめられた。なお、1778年安永7年に家督相続を許された第11代藩主、衆議公と1785年天明5年に第12代藩主となった衆議公は同盟であるが、これは第11代の義公が将軍おまみ前に急成し、 弟を身代わりとして、藩を承継させたためである。江戸時代も抜用になると、木綿や朝鮮人参の国産化が実現したこともあり、肝心の朝鮮との貿易が振るわなくなった。島民の生活は困窮を極めた。また、極度の財政難から、津島藩は幕府に訴えて、朝鮮通信施接待の費用や貿易不振の援護金の過負や貸付を受けた。さらに、 周辺海域に欧米の船が出没するようになり、1858年、安政5年、この地の守りを重要視した幕府は、朝鮮貿易を幕府直轄とし、宗主を河地国に10万国、20万国説もありで、転保する計画を立て、家臣の中にも違法を唱えるものがあった。しかし、宗主は中世以来の津島の領主という誇りがあり、 家臣の多くもこの地に根ざした生活を保っていたため、創始天保計画は実行には至らなかった。1861年、万円二年、ロシアの軍艦ポサドニック号が、朝自湾に投病し、対抗したイギリス軍艦も測量を名目に同じく、福崎沖に停泊して一時占拠する事件が起こった。ポサドニック号は、芋崎を占拠し、兵舎、工場、 連兵場などを建設して半年余りにわたって、滞留して、第十五代藩主衆議はに土地の対応を求めた。津島藩は、対応に苦慮したが、5月には、幕府外国武行の小栗田政が派遣され、7月に、イギリス公使、オールコックの干渉もあって、ロシア軍艦が退去した。これを、津島事件あるいは、ポサドニック号事件と呼んでいる。芋先には、 現在もロシア人の掘った井戸が残っている。1869年、明治2年、総吉達は藩石を奉還し、新藩政により、伊豆原藩と解消されて、伊豆原藩知事となった。これと共に、津島府中の地名も、伊豆原に改められた。1871年、明治4年7月の廃藩地権により、伊豆原県となり、その後9月に、伊万里県へ編入された。 1872年、明治5年、伊万里県は、佐賀県に改められ、さらに1876年、明治9年4月水間県に、合併さ、8月には、長崎県の管轄に移された。1884年、明治17年、宗家当主、宗吉達は白尺に除された。本来の除尺基準によると、宗家の国高では、死尺相当だったが、 大朝線外交担当者としての価格が考慮されたと見られている。戸様に万国角十万国各,万国各江戸判定は高屋なぎ原に、上屋敷、水道橋街に、中屋敷、美濃に、下屋敷があった。また、京都判定は、河原町三条上る邸にあり、大阪判定は、天馬十一丁目に、長崎判定は、高屋町にあった。 非前寮を支配するための非前屋敷は、紀郡多代寮にあった。また、江戸における菩提寺は、下屋の天台宗用多いんであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。